こんにちは、スタリソン大山俊です。今回の動画なんですが、皆さんも楽しみにしているはずのですね、ユニクロ U の春夏の新作コレクションが、ようやくですね、公にリリースとなりましたので、今回はオンラインでですね、いろんな商品見ることができるので、そちらを見ながらですね、事前レビューをしてみたいなと思っています。まあ、正式な発売日なんですが、2024年3月8日の金曜日からということで、オンラインや店舗でユニクロ U が発売されるわけなんですが、 今ウェブ上でですね、いろいろと商品を見ることができるので、こちらの中から僕たち大人世代にも似合いそうなものをですね、今回は大体5つですね、5点に絞って皆さんにご紹介をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。まあ、僕もユニクロ U はすごく楽しみにしているコラボレーション企画なんですね。まあ、ユニクロっていろんな著名デザイナーとコラボレーションしたりするんですが、まあ、その中でもユニクロ U はもう安定、定番、もう成熟したようなコラボレーションだと思います。 思っっっててててていいいましてどののアイテムを見もももでですすねね安心感ががあって今年年だけじゃなななくて来年以降も着れるようなそうそたものが多い印象なんです、ね、通常のユニクロのアイテムに比べるとトレンド感だとかエッジみたいなところはより効かせてあるんですがかといってやりすぎ感がないので使い勝手がいいというところが、まあ、ユニクロ U の絶妙なバランスかなと思うんですがそんなユニクロ U の中からですね今年僕が注目しているものをですね今回はしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています ちなみに僕はですね、昨日までインフルエンザ B 型でですね、寝込んでいまして、今日から仕事復帰なんですが、まだ体力がですね、完璧ではないですが、それでも全力で皆さんにですね、熱量たっぷりでお届けできればなと思っていますので、ぜひ楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからですね、具体的にユニクロ U のですね、春夏の新作商品を皆さんと一緒に見ていきたいなと思ってるんですが、えー、今回はですね、僕はですね、今こういった画角で映っていますが、ちょっと右端の方にスライドさせていただきまして、まあ、実際にユニクロのサイトを中心に見ながら解説をしていきたいなと思います。ということで、僕はこの辺りで小さめに失礼させていただきまして、こんな形で収まりたいなと思います。今、ユニクロ U のサイトを見ていただいてるんですが、 3月8日金曜日から発売開始ということでまあ、ちょっと楽しみなコレクションではあるかなと思うんですねまあ、メンズとミメンズ両方やっているんですがまあ、今回メンズを中心に見ていきたいなと思います、まあ、カテゴリーごとに見ていくとまずはアウタージャンルが 4種類ありまして続いてニットですねカーディガンからニット T シャツポロシャツという3型ですねそしてシャツのジャンルがですね4パターンですね半袖シャツと長袖シャツそれぞれ2枚ずつありまして T シャツカットソー類ですねこのあたりはですね割ともう早い段階で見れてるものが多いかなという印象ですね、まあ、ちょっとこういったタンクトップなんかも出てきているというところが、まあ、新鮮な感じがしますがこういったジャンルがあります あとはボトムスですね結構ここは多くてですね、えー、ジーンズからタックワイドパンツチノとかカーゴパンツとかショートパンツまであってですね全部で6型ありますでグッズに関してもですね結構豊富に、えー、5パターンあるという形ですねはい その中からですねまずはですねアウタージャンルから見ていきたいなと思います、まあ、すごくたくさんの量があるというわけではなくて厳選されてるなという印象があるんですね、まあ、その中で個人的に一番気になっているのはですねこちらの UTT フーデッドジャケットですね、まあ、こちらに関しては春らしいこう短めの竹のアウターになっていますねでちょっとこう竹が短いのですっきりと春らしく着れるというところと、まあ、デザインのデ来 っていうでいうででとここのののきめのポケットですよねこの胸の辺りにドーンとでかくですね蓋付きのポケットがついているとそれ以外はミニマルなデザインなんですが1つデザインのアクセントとしてこのポケットは効いているかなと思いますねそれ以外はすごくベーシックで使いやすい雰囲気かなと思いますでカラー展開なんですがこちらはベージュ今映っているものはベージュなんですがやっぱり使いやすいのはブラックですね。 で今シーズンがですね、全体を通して、まあ、ユニクロユーと言うとですね、なんか僕の中ではダークグレーの色が結構好きだったりしたんですが、ダークグレーがそんなに多くないんですね。まあ、濃い色だと、やっぱりこうブラックが今季は多くてですね、で、ダークグレーがなくて、その代わりにちょっとこう、ライトグレーっぽい色ですかね、そうですね、色の表記、ライトグレーになっていますね。まあ、こういったものが出てきてるかなというところですね。まあ、個人的にはですね爽やかなこのライトグレーが ななななかなかかいいいいんじゃないのかなと思っていまてましボトムスがこの動画の中でもよくお伝えしているようなブラック系のパンツだとかあとダークグレーのパンツなんかで合わせてもらっても結構このホワイトに近いようなライトグレーは使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますねもしくはブラックでボトムスをちょっとホワイトだとか明るい色にしてあげて春らしく着ていただくのもいいんじゃないのかなと思いますねちょっと仕様を見ていきましょうかコットンナイロン素材ということでまあちょっとこうナイロンのシャカシャカとした ですね、雰囲気も楽しめつつ、まあ、天然素材のコットンの肌材の良さというところも楽しめるような素材化になっているのかなと思いますね、まあ、フィッシングジャケットをベースにしたということで、まあ、その辺りも丈感短めにスッキリめにしてあるということでバランスもいいなと思いますねこれは結構大人世代でも綺麗に着ていただけるんじゃないのかなと思います、まあ、結構ベージュも良さそうな感じがするんですがデザインベースが結構カジュアルなのでできればブラックのようにシャープな色か、まあ、ホワイトに近いようなライトグレーでクリーンにまとめてあげる とすごくバランスがいいかなと思うのでこれはすすごく注目していますね、うん、なかなかバランスがいいなと思います価格は8990円ということでアウターにしてはやっぱり買いやすい価格帯になっているので非常に使いやすい1枚なのかなと思いますはい続いてライトウェイトコートですねこちらに関してはですねさっと羽織れる軽量ナイロンを使用ということで、まあ、長めのアウターになっていますね、まあ、スタンドカラーでちょっと今っぽいディティールを抑えたようなアウターになっていますちょっとこう ミリタリー感のあふれるような雰囲気になっていて素材的にはですねナイロンなのでシャカシャカした雰囲気でそこまでコートみたいなですね小ぎれさが全面に出ないのがバランスがいいなと思うようなアウターになっていますね。カララーー展開が04のグレととブラックと ブルーというところで、まあ、個人的には、まあ、ブラックベーシックで使いやすいんですけどちょっとこうブラックでこの長さだと重たいかなっていう感じがするのでおすすめしたいのはやっぱりグレーですかね今季はダークグレーではなくてちょっと明るめのグレーが多いというお話をしましたがこの色合いはすごくいいんじゃないのかなと思いますそしてこの襟の部分にはですねフードが入ってるんですけどもこれをですね取り出してフードを出した感じで着るっていうよりはやっぱりこう収納された状態で 襟周りにボリューム感がある方がこういったアウターというのはバランスがいいかなと思うんですねなのでフードはなしでこのままで着ていただくのがいいかなと思います、まあ、適度にこうシワ感があってちょっと着た感じがくたっとなるのがですねなかなか雰囲気がいいなと思うんですねちょっと女性が着てる絵ではあるんですがこういった形で見ていただくと分かりやすいかなと思いますすごくねこう軽量で適度なシワが入ってこの間雰囲気が漂うんですねこの辺りがなかなかか スンスがいいいかなとは思いますただ一つ懸念しているのはですねやっぱり今年は暖かいんですよ今日なんかもね結構気温が上がっているので3月に入ってからこれをガンガンに着ることがあるのかなっていうところだけがちょっと心配なところではあるんですねなので買うならこのグレーがおすすめなんですがまあちょっと竹缶で言うと先ほどのですねこちらの フーデットジャケットの方が使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。あとはジップアップブルゾンみたいなものもありますし、こういったものもね、結構素敵なんですが、このパープルに関しては結構エッジが効いていますね。なかなか難しいと。で、ブルーですとか、ブラウンですとか、 オフホワイトがあるという形でこの形のですねブルゾンっていうのは結構若い世代の方とかあとは女性とかがですね着るのであれば小綺麗でいいかなと思うんですが僕ら大人世代が着るとちょっと失敗するとですねおじさんのブルゾン感が出てしまいそうだなという懸念があるのでちょっとこう注意深く見たいなというところでは。 あるんですね、なので僕が着るのであればこちらのチップアップブルゾンよりはフーレットジャケットの方がまだ使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、ディティールとしてポケットが大ぶりについているのと、まあ、フードがついていることで、まあ、従来のこういったオーソドックスなブルゾンよりは少しおしゃれ感も出るかなと思うので、まあ、こっちの方が大人世代にはおすすめかなと思います。 そして今季ちょっと新鮮なのはこのユーティリティベストというアイテムですね。カラーーー展開はダークグレーと えグレーこれもやっぱ明るめのグレーですね。まあグレーといってもちょっとこうオリーブ感もあるような曖昧な色合いになってまして、まあすごくセンスいい色かなと思うんですが、これもですね、結構おすすめされる方多そうな気がするんですね。まあ世代によって、あと着方によってという感じではあるかなと思うんですが、僕はこれはですね、パスしたいなと思います。これもちょっと危険な香りのするアイテムではありまして、おしゃれに着れればいいんだけども、失敗すると、やっぱり やっぱりこう釣りに行くおじさんっぽい感じに見えてしまったりするのでなかなかですね難易度は高いなと思いますおしゃれ中級者から上級者の方が重ね着のベースとして使っていただくとすごくいいかなと思ってまして、まあ、この上にですねちょっとアウターを羽織るということで、まあ、先ほどご紹介したようなロング丈の えこういったライトウェイトコートの内側に着てあげるだとかそういったレイヤードを作るにはすごくいいかなと思うんですが僕は日々ですねそういったこう凝ったレイヤードというのはそんなにしないので、まあ、これを1枚重ねることでぐっと温かくなるというわけではなく、まあ、おしゃれなレイヤーの一つとして使うという感じなんですが、まあ、ちょっとこう万人に受けるというよりは、まあ、おしゃれ上級者の方にすごくはまってくるアイテムかなと思うのでこの辺りは1つ注意が必要かなというふうに思っています。 アウター系ででとこんな感じですかね個人的には UTT フードジャケットの、えー、とこちらのブラックかもしくはライトグレーかこのどちらかを買いたいなと思いますのでまた今度ね発売になった時にはレビュー動画を上げてみたいなと思います。 はい、続いてですね、ニットのジャンルを見ていきたいなと思うんですが、まあ、どれに関してもですね、すごくオーソドックスで使いやすいなという印象なんですね。まあ、v ネックのカーディガンにしても、ニット T シャツにしても、ニットポロシャツにしても、まあ、これはですね、ベーシックの範疇で使い勝手がいいので、大人世代にはどれでも、えー、おすすめできるようなアイテムかなと思うんですが、個人的に一番おすすめしたいのが、こちらのニットポロシャツですね。まあ、このようなポロシャツっていうのも、まあ、おじさん、 アイテムの一つではあるんですがこれを素材感をニットにすることで上品にまとめてあるのがこちらのニットポロシャツなんですね、まあ、1枚で着るというよりは個人的にはジャケットの下だとか重ね着で着てもいいかなという感じで考えているんですがポロシャツはすごく便利だと思いますね通常のユニコのものよりもニットポロというところが使い勝手が良くてその中でもですねカラー展開4色ありますが僕がおすすめしたいのはやっぱりシャープに見えるブラックですかね美タッカーも ななかなか雰囲気がいいいいいんじゃななのかなと思います、まあ、いわゆるこう昔ながらのポロシャツというよりは、まあ、現代的な少しゆとりのあるようなポロシャツのシルエットになってまして袖もやや長めになっていますこの辺りが今まさに着るには適したようなポロシャツになっていましてしかもニット素材というところで。 結構ね、こういったニットポロってまともに買うと高いんですよ。セレクトショップのオリジナルだとか、あとはスーツ関係のですね、お店のカジュアル部門でも置いてあったりするんですけど、8000円オーバーのものが圧倒的に多いので、まあ、4000円弱で買えるというのは、これ非常にありがたいんじゃないのかなと思います。まあ、ネイビーのセットアップの内側に使うだとか、ビジカジ目的で使ってもらうのもいいんじゃないのかなと思います。まあ、ちょっと詳細を読んでみますと、 ジャージー編みになっていまして着心地も柔らかいということであとは厚みですよね、まあ、ニットも結構薄すぎるとですね体のラインを拾ってしまってあまりこうお腹が出たりする方には似合いづらかったりするんですが、まあ、適度な厚みがあったりするのでこの辺りも体型拾いすぎないというところで、まあ、バランスのいい仕上がりになっているかなと思います、まあ、サイズ感もね最初からこう適度なゆとり感があるのでその辺りもかえって大人世代には嬉しいポイントかなと思うのでこれは持っておいて間違いがないんじゃないのかなと思います 僕もビジカジ用のポロシャツとしてこれ購入をしまして、まあ、今後の動画でもガンガン使っていきたいなと思いますね。 まあこういったものが、まずはイチ押ししたいアイテムですね。そしてニット T シャツですね。このあたりも使い勝手は非常にいいですね。まあ、ユニクロ U の中ではよくやるアプローチなんですが、えー、ちょっとニットなんですけども、本当に T シャツのような、かなり軽やかな雰囲気になっているんですが、T シャツ1枚だと、ちょっと大人世代だと、カジュアルすぎるかなって悩みを持つ方もいらっしゃると思うんですね。まあ、そんな時にはこちらのニット T シャツを着ていただければですね、結構綺麗めな印象になるかなと思います。空展開はネイビーと ベージュとブラックということで個人的にはですねちょっとこのグリーミーがかったこのネイビーがすごく品があっていいんじゃないのかなと思いますこちらも美光沢があって、まあ、通常の T シャツにはないちょっとしたこう上品な雰囲気が漂っているようなアイテムなので1枚持っておいても便利なのかなと思いますねこれもお勧すすめしたいアイテムですね3990円ということでニット T シャツも意外と買うと高いものなのでこの価格で買えるのはありがたいなと思いますねはい続いて V ネック カーディガンですねこの辺りもド定番のベーシックアイテムの一つかなと思います春に T シャツの上にさらえて着るだけで着こなしが完成するのであると便利なアイテムですね結構ユニクロ優らしい曖昧なカラーが、えー、特徴的でこのグリーンですねこれもちょっと曖昧なグリーンで、えー、センスがいいような雰囲気が漂いますねあとはベージュちょっとこう女性もですね兼用できるような色合いがこの2色になってますね個人的には ちょっとカーディガンって失敗すると甘くなりすぎるかなというイメージがあるので、このあたりはややちょっと難易度が高いかなと思ってまして、こういったネイビーですとか、まあ、使いやすいのはブラックかなとは思います。 うん。まあ、ベーシックなカーディガンを買っておいて、まあ、長く着回すっていうことで言うと、これに関してはブラックがいいんじゃないのかなとは、個人的には感じていますね。まあ、ちょっとスウェットライクな質感でドロップショルダーになっていて、このあたりも含めて、なかなかバランスのいい仕上がりになっているので、まあ、ベーシックなカーディガンで、でも少しだけサイズ感に下がってトレンド感取り入れたいなという方には、向いてるアイテムかなと思います。ということで、ニットジャンルの中では個人的には、ニットポロシャツの黒ですね。これが1 一押しで、まあ、ニット T シャツのネイビーそしてカーディガンに関してはブラックがいいんじゃないのかなと思うのでよかったらチェックしていただきたいなと思います続いてみましょうか、えー、こちらは4型あるんですが個人的にですね一押し,したいのは こちらですね。ユーティリティオーバーサイズシャツですね。これは僕は大好物な雰囲気ですね。まあ、今回ご紹介するユニクロ U の新作の中でも、個人的に一番欲しいなと思ったのがこちらのシャツになります。カラー展開がですね、3色になっていまして、今映ってるのがブラウン。ちょっとこう、小豆色っぽいようなブラウンで、ブラウンなのかっていう突っ込みどころもあるんですが、この曖昧さがユニクロ U らしいなと思いますね。そして、 ライトブルーですねライトグレーっていうのはよく聞きますがライトブルーという表現は結構珍しいなと思いますね、まあ、ほとんどホワイトに近いようなかなり明るめのブルーになってまして清涼感漂うようなそんなイメージの一着ですねこの色もいいんじゃないでしょうか そして安定のブルー,です、ね、ブルーもですねネイビーほど濃くはなくてブルーの中ではですね濃いめではあるんですけどちょっとですね綺麗な雰囲気のブルーですねグリーン感もあるような色合いでこのブルーは欲しいですねだけどこのライトブルーっていう色もすごくいいので 結構迷いどころですね。2着買ってもどちらか着なくなりそうなので、これは試着をしながら決めていきたいなと思っています。まあ、デザインベースで言うとですね、これまたポケットデカめについているようなミリタリーワーク系のデザインベースかなと思います。まあ、シャツというジャンルではあるんですが、見ていただくと結構襟もしっかりとしていまして、厚みもあるので、このアウター感覚で着れるような そんなシャツに仕上がっているかなと思いますそしてなんといってもこのデカめの胸ポケットですねこれもですねフラップ付き蓋が付いてるようなデザインでその上にですね 小めのポケットがついてるんですね、まあ。いわゆる玉縁ポケットというものでこのですねちょっとディティールとして小めのポケットとというところがが効いいてるなという感じがします。ここに物を入れるかどうかというところはちょっとリアルに使ってみないとわからないんですがこれがあるかないかではちょっとデザインの方向性が変わってくるのでいいデザインアクセントになってるんじゃないのかなと思いますねボタンもですね従来のシャツに比べるとやっぱりおっきめのサイズのものを使ってあるのでアウターっぽい見え方にすね。 ななっていいいいるのですごくバランスがいいなぁと思います、ねまあコットン100%で着てるうちにシワが刻まれていったりだとか、まあ、最初からややシワっぽいところもあったりするんですがそのこなれ感みたいなところも含めてこれは抜群に良さそうですね。ブルーかなぁと思いつつこのライトブルーという淡い感じも なかなかいいですよね。アウターっていうと、やっぱりこう、ブラックネイビー、ダークグレーみたいな濃い色か、もしくはベージュとか、そのあたりが結構多くなりがちなんですよね。まあ、そうなると、ちょっと明るいものを着たいなと思うんですが、まあ、そんな時にこのライトグレーとか、ライトブルーみたいな色っていうのは、春っぽくてなかなかいいんじゃないのかなと思います。意外と探しても見つからないカラーなので、これは非常に悩ましいところではあるんですが、ぜひ皆さん、 2つですねどちらがいいかえコメント欄で教えていただきたいなと思います価格4,990円ということで、まあ、アウター感覚で着れるシャツがこの値段っていうのは非常にありがたいですねはい続いてオープンカラーシャツはねもうすでに店頭に並んでいますのでちょっと今回割愛したいなと思うんですがと言いつつちょっと見てみましょうかえこれはねもうお店でも何回か試着したことあるんですがダーークグレーが圧倒的に良かったですこの色合いがすごくよくて、まあ、ユニクロ U というとやっぱりこのカラーは外せないチョイスかな と思っててましてすごくね微光沢感があって雰囲気も良くてそしてダークグレー 重たいんだけども、なんかやっぱ男らしくてシャープで好きなんですよね。意外とですね、僕はこのグレーとかナチュラルがいいかなと思ったんですが、実物を見たらダークグレーがやっぱ圧倒的に良かったなという印象でしたね。はい、続いてはですね、半袖シャツがあるんですが、二つある中で個人的にお勧めしたいのはオーバーサイズシャツですね。チェック柄が入ってないものですね。で、カラー展開イエローとダークグレーと そしてグレーですねここでダークで出てくるんですねでもダークグレーと言うんですけどもどちらかというとちょっとブルーも入ったようなこの曖昧な色合いがめちゃくちゃいい雰囲気になってますねまだちょっと着る季節としてはだいぶ先になりそうですまあ 早ければ5月ぐらいには、まあ、すごく暑い日もやってきたりするので着れるかなとは思うんですがオーバーサイズのシルエットのシャツでこのあたりもやっぱりいろんなドメスティックブランドですねオーラリーとかもやってるような雰囲気で、まあ、すごく人気のあるようなシリーズになってます僕もですねこういったレギュラーカラーの半袖シャツっていうのは何枚か持っていて夏になるとすごく使い勝手がいいんですね、まあ、ダークグレーすごくいい色合いですしちょっとやっぱりこうイエローはやや難しいかなと でこのグレーもですねなかなか曖昧な色合いでグレーーとベージュ混ぜたような色合いでこれもいいいなぁと思いますね、まあ、実物を見ながらなんですが硬いのはダークグレーかなという感じがしていて、まあ、半袖というカジュアルなアイテムで色まで遊んじゃうと結構ですね子供っぽく見えがちなのでこれぐらい色抑えめでもいいんじゃないのかなと思ってますね。 でこれはですねグレーに関してはあの曖昧な色合いがいいんだけども失敗するとやぼったく見えるかなというところでその辺りは実際に着ながら見極めたいなと思うんですが、えー、ダークグレー推しですね個人的にはこちらをおすすめしたいなと思います。ということでシャツのジャンルに関してはユーティリティオーバーサイズシャツが一押しで続いてが、まあ、オーバーサイズシャツの ダークグレーかなこのあたりがおすすめというところで覚えておいていただきたいなと思います。続いて、T シャツジャンルはですね、これまたもうすでに出てるものが多いかなと思うんですね。うん。なので、まあ、ボーダーのカットソーとかね、クルネックのいつも通りのやつだとか、エアリズムコットンはこういった長袖も出ましたし、まあ、いつも通りの半袖もあるというところで、ここら辺もいいでしょう。 そして、えー、っとこちらの T シャツに関してもですねドライエックスクルーネック T シャツだとかドライエックスタンクトップっていうところでちょっとこうスポーティーに着れるようなものも出てきているというところなんですが、まあ、この辺りはもうベーシックで間違いのラインかなと思うのであえてですね細かく解説することなくですね気に入ったものがあったらまた買い足してみるのもいいんじゃないのかなと思いますね。 ま個人的にはですね、こういったちょっとドライエックスクルーネック T シャツということで、まあ、汗の乾きが早くサラサラ感をキープできるということで、このランニングだとか、外でこう走ったりするときなんかの T シャツとして、少しこういった緩さのあるようなサイズ感で、なおかつですね、無地のもので探したときになかなかいいものが見つからないので、ユニクロ U でこの辺りやってくれるのはちょっと嬉しいなと思いますね。なので、スポーツ用の T シャツとして、このユニクロ U の世界観を僕が取り入れるのもいいんじゃないのかなと思います。 のでランニングですとか最近始めたキックボクシングでですねちょっと使いたいなと思っておりますのでその辺りチェックしたいなと思っています。 はい、続いてボトムスですね。このあたりも豊富なんですが、もうワイドフィットパラシュートカーゴパンツなんかはすでに発売されていますし、パラシュートカーゴパンツもそうですよね。まあ、こういったドライ EX ショーツみたいなスポーティなものですね。先ほどの T シャツと含めてですね、スポーツシーンでも使えるようなものも出ていますというところですね。まあその中でもですね、注目したいのはこのあたりの使い勝手の良い,いベーシックなボトムスなんですが、やっぱり注目したいのはタックワイドパンツなんで ね。これは雰囲気が良さそうですね。まあ、ワイド感のあるパンツで、これテーパードも効かせないで、腰回りにワイとゆとりのあるタックですね。 一つ目、二つ目という形で深めにタックが入っているとちょっとこうクラシックな雰囲気でそしてこの桃前の雰囲気をそのままストンと下まで太さを統一で持たせているようなシルエットになっていますまあこれはですね結構シルエットとしては太めではあるかなとは思うんですが、まあ、非常に生地の質感も含めて上品な仕上がりになっているかなと思いますまあいわゆるチのパンのようなベージュから、えー、こういったネイビーですね今季はブラックという感じじゃなくてネイビー ということでパキッとするのではなくて少しこう色のですね柔らかさというところを出したようなシャープな色合いでまとめてあるというところでこれがなかなかかっこいいんじゃないのかなと思っております。 はい、これはですね着てる状態の写真があるので見てもらうとタックインをしながらこう合わせていますねブルーの T シャツとちょっとこういったネイビーというところで、まあ、グラデーションで収めていますがこういった形で、ね、コーディネート作ってもらうのもなかなかバランスがいいですねかなりゆったりめではあるのですべての大人世代に似合うかというとなかなか。 難しいかなと思いますまあ、トレンド感を優先したい大人の男性にはおすすめですねスタイルが決してよく見えるという形ではないんですよね うんだけど、こう、割とストンと落ちるので、そのあたりの落ち感というところでは、綺麗に見える部分もあるんですが、ただまあ、スタイルアップを目指したい男性向けというわけではないので、そのあたりは考慮しつつ、トレンド感とか今っぽさを出したいという方には、4990円でこういった良質なパンツが買えるのはいいんじゃないのかなと思っています。そして、ワイドフィットに関しても、2つのですね、カラージーンズと、 チ能があるんですが、まあ、個人的にはちょっと気になっているのがですね、ワイドフィットカラージーンズですね。なかなかパープルは難しいなという印象があります。あとはブルーとか、 あとはブラウンとかもありますが個人的にはやっぱり使いやすいのはオフホワイトなんじゃないのかなと思います、まあ、ダークグレーとかブルー系のアウターが多くなってくるかなと思うのでそんな時にボトムスでこういったオフホワイトを持ってきていただければ割とですね明るさを出すことができるんですねアウタートップスが暗い時には本当に白パンって使いやすいんですがちゃんとこうワイド感のある白パンっていうのはユニクロでは結構珍しいのでこちらすごくいいんじゃないのかなと思いますね真っ白ではなくて オフホワイトで少し黄みがかってる感じが、まあ、ナチュラルな風合いになっているのでこれは1本持っておいていいのかなと思っています僕は28インチ狙いでですねちょっとこれはチェックしたいなと思いますね ちょっとこう洗いざらしたような色味ですね。このヴィンテージ感も最初から味わえるような色味ですね。ホワイトだとあんまりわかんないですが、こういったね、ちょっとこうブラウンだとか、ちょっとこういったブルーに関しては、色のブラ感みたいなところも感じていただけるのかなと思うので、なかなか雰囲気のいいボトムスになってるかなと思います。はい、ボトムスはこんな感じですかね。一押しはタックワイドパンツのネイビーですかね。そして、 えー、ワイドフィットカラージーンズのオフホワイトこの辺りもあると結構今回のユニクロ U だけでも着こなしが組みやすくなってくるんじゃないのかなと思います。 はい。続いてグッズに関してはですね、これはですね、もう本当にこう、ユニクロ U のグッズって人気が高くて、このあたりは僕は全く語ってないんですが、非常に人気が高くて、いろんな YouTuber の方がですね、ピックアップしてるので、まあ、そちらを参照していただきたいなと思います。まあ、地味にいいなと思ったのが、僕はランニングやる男なので、このランニングキャップですね、これはいいんじゃないのかなと思いましたね。割とですね、ランニング用のちょっとこうね、スポーティーなキャップって、 難しいんですよ、選ぶのが。で、汗かくので、できれば何個かね、バリエーション持ってるといいかなと思ってるんですが、1990円でユニクロ U のこの雰囲気ですね、このステッチ使いとかもすごくなんかバランスいいなと思ってまして、ちょっとこの曲線部分なんかもすごくいいなと思いますし、あとは色合いですね、ユニクロ U らしいダークグレーがあり、あとはブラックがありと。 そしてブルーがありますが個人的にはやっぱり象徴的なダークグレーですねちょっとアーバンな雰囲気なダークグレーが着こなしにも合いそうだなと思うので先ほどの、ね、T シャツと合わせてですねランニングだとか運動用に持っておくのもいいかなと思いますね。 うん、これなかなかいいと思いました。まつばしんもないので、このカーブもですね、自分の好みに作り変えることもできたりするので、なかなか使い勝手は良さそうで、1990円という価格帯もかなり魅力的ですね。あとはこちらのドローストリングバックパックに関しては、先日動画でもご紹介しています。これはね、地味にすごく良かったんですよね。今度バックパックの特集をね、改めてやりたいなと思ってるんですが、黒のバックってなかなかいいものが見つからないんですね。まあ、もちろん価格を上げたりする いいもの見つかるんですが。 ちょっと抑えたものでいいいいものってなななかかなんですねいわゆるベーシックなリュックみたいなものだったらユニクロだとか無印良品にもあるんですがそれだとちょっとこう気分が上がらないっていうところがあってデザイン的にちょっとひねりがあるものがあると便利なんですけどもこれはねやっぱりユニクロ U のエッセンスがちゃんと入っていて少しねこうミニマルなデザインではあるんですけどこういった紐で絞りを効かせたいだとか素材使いだとかにエッジが効いてるんですよね。ちょっと近未来感があるようなバックパー でシャープなんですよそれで4,000円弱ということで自宅から事務所まで歩いてくる時とかにも使ったりしてるのでこれはね意外とといいいバッグだったと思います、まあ、ショルダーもいいんですけど個人的には結構このバックパックのブラックが結構良かったなと思うので、まあ、是非チェックをしていただければなというふうに思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では2024年春夏のユニクロ U の新作の中から特にお勧めしたいものをですね、皆さんにご紹介をさせていただきました冒頭で僕はですね、5000という形でお伝えしてたかなと思うんですがサイト見てたら色々と触れたくなってしまいまして5個をはるかに超えてしまいましたしかなりの長い時間になってしまいましたがお付き合いいただきまして本当にありがとうございましたインフルエンザ明けの一発目なので喋れるか不安だったんですがどうやら大丈夫だったようなので僕自身も安心して していますまあ、最後に改めて5点にですね僕の中で絞り上げたいなと思ってるんですがまず1点目は UTT フードジャケットのブラックオアライトグレーですねこれが1つ目そして2つ目がニットポロシャツのブラック これが使いやすいかなと思います。で、3点目がですね、個人的に一番気に入っている UTT オーバーサイズシャツですね。これに関しては、ブルーかライトブルーですね。こちらがおすすめです。そして4点目がオーバーサイズシャツですね。こちらのダークグレー。これがですね、なかなか色味がいいんじゃないのかなと思います。そしてラスト5点目は、ボトムスでタックワイドパンツの ネイビーかなというところですね。それかワイドフィットカラージーンズのオフホワイト、このあたりはまあお好みで選んでいただければなと思っています。まあ、どのアイテムに関しても派手さがあるようなものではなくて結構日常に寄り添うような使い勝手の良い,いものが多いかなという印象なんですね。まあ、ユニクロのアイテム自体はベーシックなものが多いですがそれよりもトレンド感があってエッジの効いたものが多いんですがにしてもですね、取り入れやすいようなものが多いので大人世代でまあユニクロにちょっと飽きてきたなとか少しこうエッジを効かせたいなという時にはやっぱり改め めてユニクロ U の存在というのは大きいですしうまく取り入れるとバランスがいいかなと思うので今回ご紹介したアイテムの中で、まあ、結構この最後にお伝えした5点というのは大人世代にもしっかりとハマりやすいかなと思うのでぜひチェックをしながら当日を皆さん迎えていただきたいなと思います。 今回あくまで事前レビューなので、発売日当日には実際に僕も購入をしまして、皆さんにですね、しっかりとレビューをしたいなと思っていますので、そちらも合わせて楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの小山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。